はい、本日ですね、我が新居、我がオフィスの新居を見ていただきたいなと思います。以前ね、中見てもらった時ボロボロのラーメン屋やったと思うんですけども、それが中どうなってるかっていうのをね、今から見てもらいたいなと思います。初めてやろ。そうですね、だからね、見てもらいたいなと思いますので、はい、多分前回の動画やったら向こうから撮ってたから、向こうから撮ろうかな。おお、はい、まあ、こんな感じでね、壁とか全部張り替えました。もうこことか上とか全部張り替えて、床も、ちょっとコンクリート調にしたいっていうことでお願いして、全部デザインをね、僕が決めさせていただきましたっていうのも、まあ白くしただけなんやけども。で、あとは中はね、僕と嫁蔵とあと弟と3人で施工したね、ペンキを塗りました壁を。ここだから素人の DIY やけどうまいと思うやんか。うん、うん、こう見て汚いわねこのまま残すから。あ、上もこれつけるのあんまやな。まあ使わんからいいけどなこんな感じで、で床も新しく、前ここ多分動画今見てもらってる過去の動画入れてる時では多分キッチンやって、この辺になんかでっかい換気扇とかあったけど、まあ後登ったらここはもう普段映さないから、まあ在庫部屋みたいな感じで、ここで嫁蔵が普段仕事してる。そしてこの線とか要所要所いろんなとこにあんねんけど、何かっていうとセコ、窓から侵入したらセコも入るから、はい、皆さんあの侵入しないようにしてください。でイメージ的にはポップアップはここでやろうかなと思ってて、もうちょっと観葉植物とか置く予定なんだけども、まあ、ここでもポップアップもするけど、普段はもう事務所として使うから、まあ特にやることは何も。ここからね、土足気にしたこれ余計入るだけね。はい、まあ、こんな感じで、上は俺の撮影部屋っていう感じで、まあ、ここがね、タクゾーの撮影部屋でも、前から何も触ってないけど、ここ流したかな、覚えてないな。ここがタクゾーの撮影部屋で、おそらくこっちで撮影して、こうやってしゃべってる。で、これが多分マス、あの普段の絵になってくると。で、隣が衣装部屋。衣装、この後今から作るんやけど、このハンガーのパイプとかも用意してるから、それをやって、でここに衣装をバーッとこう置いていくみたいな感じかな。でこの後の続きは明日ね、荷物入れるので、荷物入れるとどうなったかっていうのを見てもらいたいと思います。どうぞ。はい、それでは引っ越しが終わりました。無事終わったんですけど、じゃあ皆さん見ていただきましょう。まずぐるーっと一周してみてください。こんな感じで物がいろいろと入ってきました。でまたポップアップするときはこの辺荷物いろいろ入れたりはするんですけど、まあ、今のところはまあこんな感じでね、オーダーサーバー置いたりとか、あとこれジャパンメディアの、サンプルのやつとか、ちょっとまた散らかっておりますけどね、この辺ごちゃごちゃしてまして、ここにね僕のそっくりさんがいてますけど、これはクローンではありませんけどね、お仕事してるのでちょっと邪魔しないでおりますと、まあ、こんな感じで一応1回は仕上がってきました、どうですか感想は。あ、喋っていいの。はいよ。あ、いいんじゃないでしょうか。いい感じ。まあまあまだ完成してないけど、まあ、とりあえず引っ越し終わりましたっていう感じだから、奥のキッチンとか DIY したとかあるやんか、あそこはまあ君のスペースになってるんですけども、まあ、ここがね、なんて言ったってちょっと一回バックして、ここ見てくださいよ副社長室ですからね、副社長室、ここちゃんと椅子も用意されて、あのなんかのブランケットまで用意されてるけどね、はい、これでね、ちょっとまあ記念にここにサインでも書いておきたいなと思います。あとで塗ったらいいしですね。いらないよ。あ、まだね、ポップアップしたって皆さん見に来てください。いらないよ。いるんだよ、これは。日にち何日？やめて。日にち何日か教えて。今日肉の日。肉の日？あ、いいや。やめて。今どうしようかな。いやー。ここにペレってあれ。ペレってあれ、それ。カタカナだっけ？いや、わからん。2022の？ 23な？あ、23だ。あ、もうやだ。2月？ 9 日。肉の日ね、はい、はい、ということでね、ここにペレのサインも書かせていただきましたけども、これ DIY したと汚いんやけども、これ一生懸命俺は塗ってるな。まだ雰囲気あったよね、塗りたこ塗っとこうかな。はい、ということでね、もうこれプロがやった後はやったらとんでもないことになるから、クロスはね、ここは自分でやったから後でまたやればいいし、嫁とさんもサイン書いておく。いらない。もしあの皆さん来た時ね、あ、ペレのサインがあるなって見てください。我がオフィスは、はい、クリーンな職場を目指しております。ちゃんとアレクサが朝の8時半だったらおはようございますと言うし、12時になったら休憩時間です、皆さん休憩くださいって言うから、ちゃんと皆さん休憩しますよね、知ってる？うん。で、ちなみにここにね、僕たちのお弁当
ですけど、お弁当をね、買わせていただいておりますし、まあ、トイレがあるんやけども、2階行きましょうか。そして、俺ほとんど1階は怒らんから。ここからね、2階に行きたいなと思います。はい、上がってきました。これ上がってきたところ、正面の、防犯カメラありますね。僕が24時間体制で見ておりますし、遠隔で喋ったりすることがあります。はい、そこ仕事しなさいってね、遠隔でこれ8台ありますので、やってますし、あとセコンもありますね。皆さん気をつけてください。入らないでください。で、まあ、これが僕の、スタジオ部屋ですね。チューバースタジオって書いてあるんですけどもね。これ YouTuber のスタジオ、略してチューバースタジオということで。前回の部屋からやってますけども、入る前に見てください。こちら。君全く興味ないでしょ。薩摩の教え、男の順序。何かに挑戦して成功したものが第一、第二。まあ、こんな感じであるんですけど。毎日これを見ながら出勤していく。あ、ちなみにね、あそこ見て。うん、ここちょっとしたインテリアコーナー。かわいいやろ、うん、堀西とかあれ、あとこれはね、ガーシー、ナンガのトランプとか、あとこれ出雲大社で買った、うん、唯一のお守り。俺いつもお守りなんかいらんって言うから、明るく2回見ましょう。今から撮影するから、もう撮影する用意はできてないんだけど、まあ、こんな感じで、まあ、いろいろ雑多なんだけど、ツッコミのぐらいいっぱいあるんで、見てみ、延長コードに延長コードをさせて充電してくるって。やばいな。延長コードでここで一回かまして、またここから延長コードをやっていくっていう。ちょっとまだこれも完成しないんやけど、まあ、一旦謎の作りの部屋ね。うん、謎の作り、壁もよくわからんし、こっち側だけ見たらものすごいいい感じなんやけど、うんうん、横見たらなんかレンガもあるし、ボタボタしてる、なんかようわからんね、ここ。うん、まあいいでしょう。ようわからんねんけども、あと2部屋だけで、うん、まあ次はこっちかな。卓造の心臓部分、一番大事なところなんや。燃やせ燃やせ。なんて言ったってここにグローブあるんですから、僕の。あ、よかった。ここに書いてみ、自主、自分に勝つって書いてあるね。あ、はい。うん、で、まあ、それ以外にも本とかね、はい、ここにはあったりとかするし、で、それ以外はね、この辺が新作とか作ってるやつで、この辺はもう出来上がったやつ。フリースとかキャップとかもう出来上がった、デニムとかパーカーも出来上がったやつだけど、で、この辺が今作ってる最中のやつで、例えば、シャツとかやったら、使用書とか見ながら作ったりしてるけど、まだ完成してないから、ナイロンだけこの辺り、サングラスとかもあって、そんなのやったり、あとスニーカーとかも、汚いけど、こっちの方にあったり、あとバイク関連ですね、これはね。思いっきり趣味出してるけど。で、まあ、これが心臓部分で、これにもバイク用品ね、ヘルメット、これ、キメのヘルメットもあんねんけど、ここは。ああ、すいません。で、ヤマハの SR のシートね、もうカスタムしてるから。で、ここが、皆さんご存知の宝の眠る部屋っていうね、トレジャールームってことに書いてあるけども、出せその部屋になってますね。まあ、見てもらいましょう。電気なんや。はい、まあ、こんな感じでダウンジャケットから始まって、ダウンジャケットになって、で次マウンテンパーカー行って、でこの辺りがフリースとか、あとはまあインナーダウン系があって、さらにこの奥にはなんかムーディーなライターやけど、これがジャパンメディアで今作っているそのサンプルの、もう一個前のサンプルとか、いう感じとか、あとこの辺 T シャツとかあったりとか、あとスウェット系やね、はい、あったりする感じで、この辺はパンツ系、はい、であとリュックとかこことかにあったりとか、あとファストファッション、ワークマン、ユニクロとか GU とかはここにちょっとだけあるんだけど、まあそんなんないけど、あ、ショーツマンだ、うん、感じで、このダンボール佐川してる理由はやっぱ火焼けちゃうから、うん、まあカーテンしろって話なんだけど、はい、カーテン買うお金ないからまあそんな感じでやらせていただいておりまして、はい、でこの辺が、まあ、ちょっとしたキッチンとか見てください。これ大学生かなって思うかもしれんけど、電子レンジ直置き大学生の一人暮らしやりがちやろ。これはまあ危ないんやから、うん、まあ、やったらあかんねんで。台まだ買ってないもんね。台まだ買ってない。台とめくんでくださいやめてで、まあそんな感じかな。はい、まあ以上かなっていう感じでね、無事引っ越しができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まあこうやって移転したわけなんですけど、4月のね29、30にもう早速なんですけど、まあまだ2ヶ月後ぐらいかな、あのポップアップをここの1階でねやろうと思ってますので、まだペレのサイン見に来てもらったらいいし、ただ2階まで立ち入り禁止になってるから1階だけにはなるんですけども、まあ1階のあの綺麗なところでね、ポップアップもしたいし、もしできればパーソナルのね、その時に軽くあのポップアップと一緒にできたらいいななんて思ってるしっていうことでね、また楽しみに来てください。あの下の外のところにねラーメンって書いてる駐車場3台あるから、そのラーメンのところ止めてもらったらね、
結構ですので、そんな感じで無事引っ越していきました。はい、ということでね、まあ今日は引っ越し動画ということで、まあこれスタートですから、こっからどん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 始まっていくということなんでね、まあどうなっていくかわかりませんけど、皆さん温かく見守ってもらえたらなということで、本日はですね、オフィス引っ越し無事完了というところになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。結構に OK。拓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。